この記録は世界征服をするための実験という体でかなり無茶をする2人かっこ増えるかもしれないし減るかもしれないかっこ閉じが残した記録映像である。どうもー、はい、みんなさんやり慣れてないかんね今日はなんと後ろを見れば分かる通りザ・宇宙、世界を征服するとしたらこのアングルは必要だよね。こうね、見下ろしてる感じ、これが俺たちのものになるのか、これから。でもそんなんな、もう今アマゾンとかで買える時代やから地球を、地球だって俺この前チェックしたで、あの月の土地買えるらしいでうまいね、話の持ってき方がまあいいわ、今日は宇宙に来たので、たやはり宇宙のことを知っておかなければ我々今後宇宙的に活動していく上でやっぱり困っていくと思うんだ。必要事項だからね、うん、ほらそんな感じで今日も宇宙征服をするための授業ちょっと待って、タイトル変わって宇宙征服になってるマジで俺そんなこと言った今宇宙征服って自分で言うどこ征服するんだっけ、世界か、世界今地球って言おうとしたら今度ダメだよそんな、でもこれどうやって向こうに行けばいいの、チャーリー。もう飛び降りるしかないんじゃない、飛び降りるしかないんだよ。じゃあ行くよ、うん、あーどんどん豆粒見たくなっていく、重力働いてくれおこの宇宙なんと地面があるマジで俺もう行くわ嘘でしょ、宇宙は無限だよ。あ、これ無限じゃないのかもしれないちょっと下行こうよ、下。いきなり本当だ無限じゃない、地面がある、ここいい、すげえ、ここいいよ、氷だ、氷の惑星だ、大変だ、どうやら水に落ちて凍ってしまったようだ、彼は。ちょっと救出しよう、救出するか、なんてちょっとでもカジュアルすぎない？まあ確かに自業自得感はある。まずいよチャーリー君、早くしないと間に合わなくなる。インパクトが必要だと思うんだよ。そうだ、インパクト与えてやってくれしかも全然起きないよおじさんマジで、うん、全然起きない。これはもう落とそう、落とすあとは彼が自力でなんとかするでしょ。おー、どんどん惑星に落ちてあ、入ってきたまあ、この宇宙で、うん、やっぱり一番面白いのはこれだよね。おー、重力すごいね。おい、結構ね、腰にくるんだよねというわけで、この重力で、うん、この重力を使って遊ぼうと、うん、普段とは違う現象が見れそうで面白そうだね。挙動がね、うん、気になるところである音楽 PV 見たくなってるからすごい顔動いてる、すごい遊ぼうか、今日は授業というよりは遊びだね。毎回遊んでる気がするけど、はい、これ、おお、これは何かわかりますか。こんにゃくかな、布団です。布団は吹っ飛ぶのかと、おお、なんか微妙に吹っ飛んだね
オッケー、いいね。じゃあチャレンジ乗って上に。あー、いい朝だな。さて。デュプリケートされない。ちょっとね、うん、いろいろ私はやろうと思ってんだよ。楽しそうだね。一体何をしようとしてるんだ、チャーリー君。で、全然出てこない、デュプリケーターで。右クリックでコピーして、左クリックでコピーしてで。ああ。うん。そうか。イエー。あ、そういうことか。何してんだよ。え、でもこれ実際すごい発明だと俺は思う。うん、楽しいよ。落ちたが。え、それ大丈夫なの？宇宙に来る上では結構必要なことなのかもしれない。どんどん速くなって。試作品1。すげえ、何これ。発信するよ、じゃあ。もうちょっと。いや違う、これ発信体制でしょ。発信体制だよ。もうこれ全部予定済みだから、これ。発射。あはははは。おー、すげえ。消えた。何してんの。作品だよ。いいでしょ。そんな、いいでしょって言われても。ラジコンみたいな。ラジコンっぽくていいね。これタイミングよくジャンプするゲームしよう。チャーリー、時計でいう9時のあたりにいて。俺もうすでに突っ込まれて、あ、足が巻き込まれてる。あー、うまいね。あ、痛い。痛い。あー、足が揃ってる。痛い。やばい。痛い。落ちてる。ああ行くぞ。いいよ。おー、カメラが。あっつ。60ダメージくらいこれ。すげえ。いけ自分の作った兵器に殺されるしかない。もうこうなったら誰も止められない。挙動が危ない。俺これ以上近づいたら殺されるよ。だってこれ、いや、そいつ飛距離無限だから。どっちがギリギリまで近づいていけるかゲームしよう。怖っ。俺からね。うん、あー怖い。ちょっと待った方がいい。あー、うーダマ。俺まだ生きてんだけど。俺、いや、そこ神がかってる。そこアンチなんじゃない、これ。そいつので、大将がちょっともう運転で、なんでこれ引っかかるんだ。なんでこれ前に行こうとするんだ。ほとんど画面が大将の腕で埋まった。ガタイイとはよく。大丈夫、いける。あ、いけるいける。おお、俺やったやったよ、見事に。もう全然わかんないけど何が起こってる。なんかお前捨てた飛行機がある。あお、いいんじゃないこれ。よっしゃ、帰ろう。乗ってる、チャーリー。乗ってる。じゃあ出発だ。ちょっと辛抱、もうちょっと辛抱だ。もうちょっと助けてくれ。いいぞいいぞ。というわけでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。
スイカ食べんな。珍しくただ遊ぶという息抜きにはいい授業だったと思うよ。毎回息抜きのような気もするけどうまいことゼログラビティ感が出たので別れです。また来週もこのチャンネルでお会いしましょう。また来週ゼログラビティっていうよりもゲログラビティ動画が投稿されたことをいち早く知りたい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリックパンチ、クリックキック、クリックビーム。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしくね。